足の湖、万刊が急刀流を重複したとされる。万刊は奈良時代の僧、万刊商人、一万刊商人などとも呼ばれる。主言道にも精通し、箱根山で箱根三種言言を監督した。箱根山演技によれば、養老年間に京都のシャミト人に生まれた男子であり、二十歳で従啓発し、 一万巻にも及ぶ経典を読んだので満巻と称され日本全国の霊場を巡行した。天平正法元年鹿島軍大領、中富の連戦徳、元宮寺中心鹿島連大僧と共に鹿島神宮寺を混流した。なお、鹿島から箱根に向かう途中、海に炎が上がり魚が死んで漁民が苦悩しているのを目撃したので度胸をすると薬師如来が現れて、 法力で温泉を海から山に移すように共同したので、37日間の断食祈祷で実現したとされる。これが熱海温泉の由来とも伝承されている。天平法治元年朝廷の命を受けて、箱根山の山岳信仰を束ねる目的で箱根山に入山し、上山や駒ヶ岳で3年間修行して、相模国大草川上小池水辺で南行苦行の行で、 箱根三所権限を監督した。そして、夢の中の神託により、箱根権限を祀る社殿を建立した。また、阿の湖に住む九つの頭を持つ独竜が、荒れ狂って、村民を苦しめていたのを法力で重複したとされる。重複された九刀竜は懺悔して、宝珠、尺丈、水亀を持って満貫商人に帰依したので、湖の主、水神として祀る社殿を建立した。 天平法寺七年多ど権んの新宅で、多ど神宮寺を建立した。万館の没年は不明だが、その、奥津城は、箱根神社の北参道の入り口近くにあり、現在、毎月二十四日に、月次祭が行われている。ありがとうございます。